今日は北海道札幌市のトレタゴヤ富士キャンプ場というところにやってまいりました。山田裕貴選手がこちらでキャンプをしているということで、ちょっと今日は突撃したいと思います。お疲れ様です。山田さん、今日はどうですか？全国でいろいろキャンプしてますけど。今日もスタンプですよ。仲間たちと。お疲れ様です、皆様。お疲れ様です。煙を仲間たちにありそう。僕のやつが。今日も勝ち組。風上、はい。いや、でも違うんですよ。もう、たまたまなんですよ。たまたま。たまたま。みんなでこう、後に座ったら、風上なだけで。めちゃめちゃくしびきさんが受けてる。分かってるんですけど、気づかないふりしてる。大丈夫かな。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。やっぱ涼しいですね、北海道でも。そうですね、うん、風も涼しい。山さん、これ何ですか？これは松田さん家の冷凍庫に眠ってたホル伝説のホル気づいたら入ってた。いつですかね。冷凍室なんでセーフ。はい、いただいたホルモンを食べます。疲れが入ってた。はい、ちょっとシェードプレイヤーでないですけど、松田選手と串引き選手ご一緒にありがとうございます。キャンプ仲間、キャンプ仲間ですね。皆さん、キャンプ歴どれぐらい？いや、もう一緒ぐらいでしょ。2年。あ、そうですか。コロナ中でしょ。旦那さんも。ただ、あの持ってるギアが皆さんと比べたら、いや庶民のやつ関係山田。いや、双璧をなす松田純ですよ。いや、よかれかかる。東の松田純ですよ。怖い。ハルキさんがこの間キャンプ撮ったじゃないですか。ああ、俺の私有地にシェードプレイヤーをどんどん呼んでやりたいって、高齢化したいって言って、そしてちょっとやっぱちょっとずつキャンプ場っぽくしていかないかなって。そうですね。だから直火ゾーン作ったんですよ。そう。みんなでちょっと掘って、で、はい、思いっきり燃やして、もう炭だらけになってます。あそこになんかもう、春木さんが優勝するたんびにトイレとか増設して、ちょっとずつ開発されてる。そしたら俺と当たる時以外めっちゃ春木さん応援するかも。勝てばあそこにトイレできるなって。え、どうする？決勝でヤンマー春樹さん。いやいや、もちろん勝ちますよ。別にもうそれは自分が100万もらった方がいいですもんね。負けなくても悔しさ発見する。確かに。負けても言い訳できる。あのキャンプ場があんな快適になるんだったら全然いいな。今回はいいでしょう。なるなる。青山君はもうあの土地を売って。もうちょっとあの湖畔の近くに買って、できるしキャンプもできるみたいなとこも、じゃあ、あの土地ちょっと行った方がいいけど、今あそこ中途半端にやるぐらいなら。ヤンマーもかなり買ったんですよね。だから車で行きたいんですけど。浸水したんですか？した。やりました。どこで？熊本。ソロで？いや、息子と。息子と乗りました。あと釣り具も買ったんで、今度はカヌーで釣りをするっていう。宣伝しました。あ、これちょっと今日作ったんですよ。すごい、ここにある薪を普通にね削った。もうどの形そういうビビるぐらい。マジこんなのでしょ。こんな感じ。それじゃあ持って帰るの？これ持って帰りますから。いや、こんだけ作ったんだから飛行機通します。いや、これなんかちょっともしかしたら作ってっていう依頼来るかもしれない。松田さんの斧がすごい気になった。斧ですか？手斧。山田さんの持ってるなんか先輩のものにはかなわないんで、最初からこう持ってましたね。おお、気持ちいい。言われますね。あ、まだ削ってる。あ、仕上げに入ってる。いや、こいつが完成することはないっす。俺のキャンプとともにちょっとずつ歩んでいくわけです。これをずっちゃってる。なんかやっぱ俺こんなに連泊なんてすることないから、こんなに暇になることがなかったんで楽しいですね。でもなんか福島でも猪苗代湖泊まってましたよ。猪苗代湖泊まった。あの時は夕方ぐらいに帰ってきたんで、あんまりなんかゆっくりはしてなかった。うわー、これして何もチーズ乗せる。うわー、チーズ乗せる。あのよくさ、七重さん料理大好きですね。僕と一緒。いつも毎回料理を出し合って、はい、
腹いっぱいだけど食べてくれます。ヤンマーがすぐ料理お見舞いしてくれた。あの優しさが押し売りしましたよ。そうそうそう、優しいふりしてただ食材を測りたいだけで。うわいいんですか。もちろんです。カマンベールが、はい、うわそんなにね。大丈夫ですか。寒気を腐る。チーズとキムチと一緒に食べるんですか。いいですね、いいですね。こちらの辛さ。うまい。薄い豚バラを巻いてるんで、うん、意外と豚の面積少ないから、うん、うまい。あっさり。うん、めっちゃ美味しかったです、ね。うまい。ちょっとヤンマ焼きそば弁当買ってきたんですけど、ありがとうございます。でもヤンマがもっとでかい焼きそば弁当買ってた。この部分がでかいです。熱い。倍あるわ。倍でもこいつ何？これ普通の？これ普通。あ、じゃあ倍ですね。いや、で食べましょうよ。じゃあ焼きそば弁当でアレンジ。じゃあ食いの。パッ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 。ね、すげえエビ。そんな豪華な焼きそばありますか？めちゃめちゃエビ。贅沢じゃないですか。贅沢。キャンプじゃないといないですよ。確かにね。怒られますよ、こんな子供が作ったら。エビ入りすぎやろ。みんな多分勘違いするのが過酷ななんかことをしてると思ってるんですよね、みんな。キャンプって。楽しんでるだけなのに驚いてる。ありえないんでしょうね、そんなキャンプから試合に行く。いや、ありえないです、なかなか、ね、なかなかありえないです。ホテルイコールキャンプ場ぐらいでもいい。全試合キャンプ場から行ってもいいぐらい。まあもうヤンマーみたいに3連泊最初何を言ってるの。試合ちょっとホテル高すぎるんでキャンプ場いいっすか。キャンプ場を探してもらっていいっすかってね。ホテル代を言い訳にしてキャンプ車だけっていう。だっていや、ね、ここも安らぎますもん。あ、自然に囲まれて、自然に囲まれてやりたい。リラックスしたからね。はい、あ、でもまあ8までですけどね、今度こそ優勝します。早く優勝して。いや、ベスト8率の高さすごい。まあ、でもこれで、ま、これで入れ替え落ちたら何言われるか分かんないけど、いや、すごい必死ですよ。勝ってるんで、昨日も僕らの集中度合い見たでしょ。はい、入れ替えがもう残念ながらマックスなのか悔しい。いや、でもまあティガのね、近藤拓也選手だったんで、ちょっと複雑な。あれも取るしかないと思ったんですよ。この後林修一郎さんでしょ。いや、でもあれもティガばっかり勝ってるんじゃん。本当に何してんの。ティガやいいけど。ってことは俺もシェフだから結構カーリーさん的に潰し合いでしたね。まあまあ優秀なんでみんなしょうがないですけど、一回いつもね、あの嫁さんに言われるんですよ、うん、はい、もうあの練習もしないんだから、はいはい、悔しがるのとかやめた方がいい。悔しいみたいな連絡とかね、まあ、なんかしてたんですけど、そういう資格ないよ。悔しがる資格ない。それからあの悔しがるのをやめました。まあ香里さんもね、プロでやってらっしゃるからですね。まあ、今悔しがっても何してもいいけど、やっぱまあ次にね、生かさないといけないんじゃないですか。勝つことにどうしたらいいかを常に考えながらまたやっていけばいいと思いますけどね、はい、結局賞金取らないと上位に行かないといけないですからね、はい、昨日松田さんとも話したんですけど、球速だと思ってます僕は。レーティングは野球でいうピッチャ ー要するにレーティング18ある人は160キロ投げれるんですよ。でも打たれたら負けですからね。まあそうっすよね、はい、上がらなくなるんですよ、いつか球速が限界を迎えるんですよ、うん、それでも活躍しないといけないっていうのがあるんですからね。だからそうなった人にとにかく打つ練習しろっていうアドバイスはなんかおかしい気がする。はいはい、もう球速上がらないんだから練習するときに全然キャンプ関係ないですね。大丈夫大丈夫、そういうのも聞きたいでしょ、はい、やばいやばい、俺がサボってた、語りすぎサボってた。これすんごい量です。ヤンマーがジャンボ買うからじゃん。ヤンマーのためですよ。確かにすごい、そのままの焼きそば弁当でもうまいのに、どんどん買っちゃう。もう本当に二度とできない味でしょうね。やだわ。いや、めっちゃいい匂いするじゃん。うまい具合にパサパサして
いいね。パソコン喉に詰まらないようにクリームチーズあんみつとってうまいこれ。わあすごクリーム、うん、うまっ。山田サンドでおばこれ出そうか。めちゃめちゃうまい。うん、カレー食べる方、はい、パクチーがなかった。え？昨日俺食べた？最後パクチー食ったな。最後俺が多分もうゴリゴリ入れて食ったんだな。ヤンマークッキングのお時間です。食べてるだけや。ヤンマークッキングのお時間です。つって映った絵が。めっちゃ見てもうレトルト。牛仲良しでしょ？カレー待ってますもしかして。もう1時間以上待ってるでしょ。まあでも電話しとったからな。怖い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 。ちょっと力強かったね。しまった。うわ俺やらないかんこと忘れとった。チキンカレー、そうそうそう、チキン最高、スパイシーチキン山田アンカレー。これもヤンマーのグリルがちょっと2枚使えよく弱いけど全然ダメマジで。周りの人たちがプレッシャーがすごかったです。早く食べさせろというプレッシャーが。広島って九州？熊本です。あ、熊本？熊本？え、先輩？あれ熊本です。なんかもう方言、僕は山田弁じゃないですか。しかもよくわからない言葉、博多弁みたいなのを喋ったりもするし。ないと思われたパクチーが発見されました。ネギパクチー記憶がまたおかしいのかと。すぐなくすからね。すぐなくしますからね。記憶もものもすぐ出しますね。おわ帽子、いろんな会社の秘伝のスパイスをさらにミックスで二度と作れなくなった。これやばいでしょ、この匂い。本当だ、やばいのできてしまった。ちょっと控えめパクチーで。これね、きゅうり、玉ねぎ、トマト、大葉。これをね、そうカレーに、なんていうかね、このまま。サラダ、サラダ、ね、そうそうそう、タコライスみたいな。そうそうそう。めっちゃうまい。山田チキンキーマカレー。さっきと全然言ってること違う。スパイシーチキン山田アンカレー。これ持っていく。何のルーでもいい。僕は何のルーでもいい感じです。ほんとその時にあった美味しそうなスーパーにある、もう一期一会ですよ。めちゃめちゃうまい。できてる、うん、なんかね、カレーとキュウリって思うかもしれないですけど、うまいですよ、うん、このあの煮込んでないんで。お、辛い辛い。いやー、ヤンマーカレー美味しかった。分かったっすね、うん、まああのもう一生できないんですけど、たまたまスーパーに、あ、でも今日は秘伝のスパイス、たまたま串引きさんにもらったカレーがあったからできたんですから。ありがとうございます。いただきます。うん、うまっ。豚さんうまい、うまいでしょ。うまいじゃん。うまっ。うんうんうん、ごちそうさまでした。いやいや、もうありがとう。皆さんもあの今日は一日ありがとうございました。皆さんありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。それじゃあまた秋ぐらいに、はい、秋ぐらい涼しくなったら秋ぐらいにお会いしましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。